情報調整局は、かつて存在したアメリカ合衆国の情報機関、中央情報局の前身となった組織の一つ。第二次世界大戦期の1941年7月11日、それまで国務省、陸軍省、海軍省などが別々に重複していっていた情報活動の調整を担当する情報調整官の部局として、 時の大統領フランクリン・ルーズベルトが設置した、情報、プロパガンダ機関である。後に、戦略情報局に改編し、戦後曲折を経て CIA に編成した。オシーで、情報調整官を務めたウィリアム・ドノバン。後進の OSS 長官も務めた、フランクリン・ルーズベルト大統領は、ニューヨークの弁護士、ウィリアム・ドノバンや、劇作家、映画脚本家で、 ルーズベルト大統領のスピーチライターであったロバート・シャーウッドからの説得であっこいの設立を決定した。イギリス海軍情報部部長、ジョン・ヘンリー・ゴド・フリーやニューヨークのイギリス秘密情報部直属のイギリス安全保障調整局のウィリアム・エス・スティーブンソンらも大統領に設立を促していた。ドノバンは軍事的インテリジェンスと秘密作戦を担当し、シャーウッドは 米国内の情報宣伝と外国でのプロパガンダを担当した。設立に伴い海外情報サービスが運用され国際ラジオ放送が開始され1941年12月の日本の新自湾攻撃以後は日本に向けた戦争のプロパガンダの手段として利用された。シャーウッドはラジオプロデューサーでルーマニア出身のジョン・ハウスマンを雇い数軸国側に向けた プロパガンダ放送局ボイスオブアメリカを運営した。ナチスドイツに向けた最初の放送は1942年2月1日に放送され、私たちはこれから真実を放送すると告げた。ドノバンの放送では、プロパガンダを軍事戦略として用い、シャーウッドは後にパブリックディプロマシーとして知られる手法を主張し、両者はしばしば方針をめぐって対立した。 1942年6月13日、ルイズベルトは情報調整局を戦略情報局と戦時情報局に分割した。OSS、アウイイは共に戦時下におけるプロパガンダ組織だが、前者は情報活動のような非合法な手段によって公衆に不信、混乱、恐怖を与えることを目指す黒いプロパガンダを担当し、後者は放送のような 情報を明瞭な事実として公衆に理解させることを目指した白いプロパガンダを担当した。ボアは戦時中にアウイーに所属する米国広報庁の下で拡大され、1953年にアメリカ合衆国情報局が設立されるとさらに拡大、整備されていった。なおシアは1999年にテレビ部門が放送理事会、それ以外の機能が アメリカが衆国国務次官に移行した。ありがとうございます。